こんにちは、フルートの保坂です。今年もたくさん楽器を吹いたので、新年もまた気持ちよく吹けるように、自分の相棒に感謝の気持ちを込めてお手入れしていきたいと思います。毎日やるお手入れ方法の確認と、今日だけ特別にやるお手入れと一緒にやっていきましょう。毎日のお手入れ方法の確認。今日の練習は終わったので、まず楽器を3つに分解してからお手入れしていきます。頭部管、胴部管、側部管、どこから分解しても構いませんが、今日はここから分解します。まずキーがついていないところを持ってクリッと外します。頭部管も同じく、リッププレートは触らずにこんな感じで取ります。楽器付属の掃除棒にガーゼを巻きます。ガーゼはこまめに取り替えれば清潔さを保てるというメリットがありますが、ほつれていたりすると楽器の中で絡まって楽器の故障も原因になる場合があります。そういった心配がある方はインナークロスやスワブを使うと便利です。私もこのようなスワブを使い回しています。スワブはここにお掃除棒を差し込むだけで使えるのでとても便利です。楽器は組み立てる時もお手入れする時も、基本的にキーやパイプは握らずに、この何もないところを持ちます。そしてスワブをこのように通して水分がなくなるまで拭き取ります。この時お掃除棒が中で擦れると傷の原因になるので注意です。胴部管も同様に、キーやパイプは握らずにこの辺りを持ってスワブを通します。これだけでは出てこないので、少し押してこのように出します。これを何度か繰り返して、で水分が取れていれば OK です。頭部管はリッププレートやネジがついていないところを持って、こういう風に掃除するんですけど、こういったスワブじゃなくてインナークロスやガーゼを使う方は、これはインナークロスじゃなくて表面を磨くクロスですけど、やってみるとお掃除棒の頭がこのように出ていると、頭部管のここの反射板を傷つけてしまう可能性があるので、しっかりこんな感じでここが隠れている状態にして拭き取ります。次にクリーニングペーパー。クリーニングペーパーも毎日やった方がいい作業です。というのも、楽器のキーの裏側にはスポンジのようなタンポというものがついていて、ここに溜まった水分を放っておくとダメージを受けて音が出なくなる原因になります。先日生徒さんに、練習が終わった後毎日全部のキーにクリーニングペーパーを挟まなきゃいけないんですか、ということを聞かれたんですけども、そういうことは全くなくて、水分が溜まっているのを発見した時や、あとは水分が溜まりやすいキーというのがあります。そこをたまにチェックするぐらいで大丈夫だと思います。ちなみに私の場合はトリルキー、ここの小さいトリルキーを押すと、こっちのここが開く仕様になっていますが、ここに溜まりやすいです。それから右手の小指、側部管のディスキーですね、この小指を押した時のこう開くところ、ここに溜まりやすいので、こまめにチェックしています。クリーニングペーパーの使い方は、まず楽器のキーを開けてクリーニングペーパーを挟む、開けて挟む、開けて挟む、この繰り返しをしていると水分が取れてきます。この時絶対にやってはいけないのが、キーを閉じたままクリーニングペーパーを引っ張るということです。これをやってしまうと担保がダメになってしまいます。担保からペタペタと音がする時も湿気が原因です。水分がなくても何度かクリーニングペーパーを挟んでいると、ペタペタという音がしなくなってきます。それでもペタペタが治らない場合は、担保の劣化かもしれないので楽器屋さんに相談しましょう。それからピッコロなんですが、意外と知られていないのが頭部管のジョイント部分です。ここですね。ここは水分やグリスの残りなどが入り込みやすく、また掃除しにくい部分です。ピッコロ音が出ないって思った時に、
ここを掃除すると音が出るようになったりします。ここにはクリーニングペーパーを4つ折りぐらいにして、もう1回ぐらい8つ折りぐらいにして、こんな状態にして、でこの二重になっている部分に入れ込む、入れ込んで、で回したりすると綺麗になります。楽器内側の水分が取れたら表面も磨いていきます。磨くときはタオルなどではなく、こういう専用の繊維が細かいクロスを使ってください。楽器を磨くとき一番大切なのはこのジョイント部分です。ジョイント部分に汚れが溜まっていると管が抜けなくなる原因になるので、しっかりきれいにしていきます。ジョイント部分は毎日このようにきれいにしていれば、グリスなど塗る必要は全くありません。グリスは逆にホコリがつきやすくなってしまうので使いません。次にキーを磨きます。キーはついている方向に磨いてください。それからキーが何もついていない部分も磨きます。同じように胴部管も磨きます。まずジョイント部分とキーですね、キーはついている方向へ磨いて、そして何もついていないところも磨きます。指紋や水分がついていれば拭き取ります。基本的に手が届きにくい細かい部分は磨かなくて大丈夫です。次に胴部管です。胴部管のリッププレートは音の決め手となるので優しく、それからここのスクリューは緩めてしまうと反射板の位置がずれてしまうので基本的に触りません。このとこを優しく磨きましょう。これで毎日のお手入れが終わりました。お手入れ方法の再確認はできましたか？この後紹介するのは毎日やる必要はないんですが、今日だけは確認しておきたい楽器の状態を見ていきます。年末チェック。フルートの頭部管にはコルクが入っていて、この辺りに反射板があります。この反射板の位置によって音程が変わってしまいます。基本的にこのヘッドスクリューを緩めたりしていなければ反射板がずれることはほとんどないんですけど、今日はせっかくなのでチェックします。チェックの方法として掃除棒を使います。お掃除棒のお尻にはここに線が入っているので、これを頭部管の中に入れて歌口からこの線を見ます。真ん中に来ていれば大丈夫で、左右どちらかにずれてしまっている場合は楽器屋さんに相談しましょう。お掃除棒の種類によって線の位置が変わるので専用のものを使ってください。ピッコロも同じくお掃除棒に線がついているので確認してみてください。歌口の内側、ライザーをきれいにします。もしもクロスで指が届けばこれでいいですけど、今日は綿棒を使います。この時強くこすってしまうと傷になってしまうので優しく掃除してください。リングキーの内側も綿棒で掃除します。これも同様に強くこすってしまうと傷になりやすいのと、キーは簡単に曲がってしまうのでできれば置いてやった方がいいですね。楽器を机に置いて片手で軽くキーを押さえた状態で中のリングキーを掃除します。心配な方は無理して自分でやらずに楽器屋さんに相談してください。毎日のお手入れ方法を確認した時に、細かいところはできる限り触らないでくださいと言ったんですが、かなりこの隙間あたり、ホコリが気になる方多いと思います。ホコリも溜まりすぎるとキーが動かなくなる原因になるので、今日だけ優しくできる範囲で掃除したいと思います。楽器のキーやパイプというのはとっても繊細で、ちょっとした衝撃ですぐバランスを崩してしまいます。それからこのパイプの間にある針のようなバネ、このバネはただ引っかかっているだけなので、ちょっと布や何かで引っかくだけでバネが取れてしまいますので、できる限り楽器の部品は触らないようにして掃除していきます。今日は細い綿棒とメイク用の細いブラシを買ってきたので、これを使って優しく掃除します。
綺麗を目指してしまうと傷つける可能性があるので、目立つところだけにしておきましょう。今回はこのくらいにしておきます。楽器はどんなに綺麗にしていても黒くくすんでしまうことがあります。これは汚れだけが原因なのではなく、個人差もあるそうなんですが、手汗の成分で黒くなる場合があります。特にメッキがかかっていない銀の部分が黒くくすみやすいです。銀製の楽器を使っている人におすすめなのがこれです。シーガード。使い方はとっても簡単で、お手入れ済みの楽器を楽器ケースにしまったらその上にかぶせるだけです。これだけで黒ずみ防止ができます。フルートはきちんとした扱い方をして毎日のお手入れをしていれば問題なく使えます。細かい汚れは無理をせず、プロのリペアさんにお任せしましょう。自分の楽器に感謝の気持ちを伝え、気持ちよく新年を迎えてください。良いお年を。